政府は先ほど、兵庫、大阪、京都などに対し、緊急事態宣言を解除し、まん延防止等重点措置を適用することを決定しました。兵庫県は対策本部会議を開き、今後の具体的な対応を検討しています。午後4時から開かれた県の対策本部会議。井戸知事は感染者数について着実に減少しているとしながらも、県民に引き続き感染防止への協力を求める考えを示しました。県民の皆さんには解除はされたとしても、国もまん延防止重点地区の指定を引き続いて行うという状況にあるんだ、その認識の前提はリバウンドさせないという意味で、しっかりとご理解いただいて、協力をいただくようにしたいと思います。政府は先ほど、兵庫を含む7都道府県に対し、今月20日が期限となっていた緊急事態宣言を解除し、来月11日まで、まん延防止等重点措置を適用することを決定。県の対策本部会議では、移行後、大型商業施設や飲食店などに求める措置内容などが焦点となり、酒類の提供や営業時間に関する要請などについては、地域別に差を設ける方針です。ではこちらをご覧ください。現在兵庫県では、緊急事態宣言が出されていますが、6月21日からまん延防止等重点措置への移行が決まっています。7月11日までとなっています。で、皆さん一番気になるのはこの飲食店ですね。国はですね、飲食店の酒類の提供に関してですが、午後7時までに限って酒類の提供を認める方針を出しています。で、兵庫県の方針なんですが、地域によって要請内容を変えるとしています。つまりですね、エリアによって午後7時までお酒を出せるところがあったりなかったりする。エリアによるということなんですね。じゃあどのエリアが OK でダメなのかというのは、今まさにですね、県の対策本部会議で話し合いが行われているということで、今まさにどうするかというところなんですね。で、同じようにですね、この大型商業施設と遊戯施設、遊興施設、この辺りはゲームセンターとかゲームセンターとか、パチンコ店ですけど、この辺りも県が地域によって要請内容を変えるとしてますので、例えばこの辺り、土日は今休業要請が出されていますけれども、土日、休業要請が解除されて土日も営業 OK となる方針なんですが、地域によって要請が変わるということですから、例えば地域によって何時まで OK とか、エリアによってはダメですよとか、何時まで OK とかっていうのが、今まさにこれも話し合われている最中ということで、このあたりですね、情報が新しいのが入り次第ですね、なんとかお伝えできればというふうに思っております。では次です。4月25日から続いてきた緊急事態宣言、神戸の街の人や飲食店は解除についてどう受け止めているのでしょうか。仕事終わってから食べに行ったりとかはしたいんですけど、まだもうちょっと辛抱せなあかんのかなっていう気はしてるんで、20日に宣言は解除されますけど、そんなには変わらんのかなとはいう感じです。してほしいです。もう注射も2回打ちました。早くね、なくなって自由に行き来がね、できるように。解除はいいけど、その後本当に大丈夫かなっていうぐらいちょっと心配かなと。それぞれそういうことをちゃんとできれば、別にお酒も飲んだらいいと思うし、その辺は個人がちゃんとできるかどうかかなとは思いますね。緊急事態宣言の期間中、酒類の提供の自粛を求められ休業を余儀なくされている焼き鳥店では、宣言解除を前に営業再開の準備を進めています。4月24日まではその時短に従ってやってたのですが、さすがにお酒なしでは無理だろうということで、4月25日からは休業してます。もう1ヶ月以上、営業してないんで、いっぺんに全部全解除はないと思ってたので、しょうがないかなとは思いますが、やっぱお酒あるとないで一番そこがだけはちょっとお酒ありにはしてほしいですね。厳しい状況の中、去年9月に神戸に初出店したこちらの店では、お酒は提供せず、
食事の提供だけで営業を続けていて、苦しい胸の内を語ります。ダイニングバーとしてこう売りに出しているので、まあ、お酒ありきの商売なので、まあ、ちょっとしんどいなって思いは正直あります。さらに、カラオケバーなんですけど、4月の中頃にプレオープンとしたんですけど、まあ、やっぱカラオケができないってなって、まあ、開けれずじまいのお店ですね。やっぱ楽しみにしてくれてるお客様もたくさんいらっしゃるので、早く開けれたらなとは思います。また飲食店に酒を卸す酒販店は、ほとんどのお店は今休んでますからね、非常に困った状態になってますね。まあ、緊急事態宣言は開けるのはいいんですけど、まだまん延防止の重点措置というんですかね、まだそれが残るので、実際はなかなか元に回復するまでが大変やと思いますね。